超旬愛優雅に見参。曹操軍は関東で袁紹軍を破った。袁家は勢いを失いやがて滅亡。曹操は天下に一番近い男となる。一方江東の孫権は兄孫策の死後勢力を受け継ぐ。だがその戦力は曹操に及ばなかった。劉備も未だ領地を持たず慶州の劉表を頼っていた。信也を与えられてはいたが兵力はないに等しい。世はまさに曹操一強の時代を迎えていた。ああ、殿、ぜひ一度こうしてお伺いしたかったのです。長公、あざなは春外、紳士的な物腰と艶のある魅力を持つ武人である。袁紹に仕えていたが関東の戦いで窮地に陥り曹操に帰順。曹操の大気に触れた長公はその期待に応えようと誘約する。殿はなぜ袁紹の配下であった私をこの趙春外の基準を許してくださったのですか。お主は嘘の兵糧が燃えた時投降してきたな。あの時点で袁紹の敗北を確信したその判断力は高く評価しうる。戦の機微を知る将は得難いものよ。ゆえに趙公、わしはお主を欲したのだ。ああ、一時をもって万事を知るその聡明さ、まさに殿こそ私が仕えるべき主です。この趙春外、以後はより一層美しく戦いますよ。さあ、まずは深夜にて野暮な劉備を打ちましょう。報告によると劉備軍は繁盛から広陵にかけて布陣している様子。また軍師らしき者は見当たらないとのこと。なら軍師らしいものじゃないんだろうさ。淳雄殿みたいに兵に紛れているのかもしれない。しかしどんな奴なのかね。曹操殿を向こうに回して劉備を支えるなんてお人よしもいいところだ。あるいはそのお人よしが鍵となるか。軍師の素性を探ってみよう。弱みまでつかめればこちらも手が打てるだろうさ。まずは袁紹に迫る劉備軍を蹴散らすのが先決。梅雨払いはこの楽文献にお任せください。うん、お主らに任せよう。劉備に合流したのがその軍師だけとは限らん。神浦猛将にも警戒して当たるのだ。承知つかまつった。劉備軍を追撃せよ。奴についた軍師を探し出すのだ。
敵はすでに策を用意している様子。これもその軍師の知恵であろう。注意せよ。馬がご入り用で。またお待ちしてます。ようこそいらっしゃいまし。今後ともごひいきに。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。いらっしゃい。毎度どうも。へい、いらっしゃい。毎度どうも。
ません。劉備についた軍師は徐々と申す者、その性格につけ込みましょう。曹操様に従うよう息子を説得せよと。ですが息子にも真理は見えているはず。ジョシュ殿、お母上が曹操軍に捕虜とされました。なんだって、母上が俺のせいで。深夜城外に散っていく馬の足跡、手分けして追うとしよう。深夜城外に、努力が花開きましたね。よくやった。その働き覚えておく。劉備、軍師らしき人物は見かけませんでした。敵の軍師？敵の軍師ですか。一通り聞いて回ったが、念のため他の方角にも人を払っておこう。
足止めの策か。ここにいないとなれば南下して捜索だ。必要がある。艦を何とかする策を考えなきゃ。能力が花開きましたね。素晴らしい働きを見せたな。ここは用地だと分かった。さすが曹操軍、ここまで迫るとは。劉備殿、今はひとまず引いてください。承知した。だが無理をするな。お前の力が必要なのだ。劉備殿、ありがたいお言葉です。態度は俺が必ず守ってみせます。守備配置につけ、なる戦闘に備えるのだ。これこそ地獄の日。狙いは定まった。敵の足場を崩し全員撃損。助手と言ったが、軍師の小細工には手こずらされたわ。そんなことは今の俺には救いにはならない。さっさと終わりにしてくれ。敵将趙春雷が華麗に討ち取りました。検索などできません。俺にそんな才はありませんか。あくまでも劉備に義理立てするか。よかろう。監視をつけ巨匠に送れ。あの者の態度、余裕があるように見受けられない。もしこの状況も彼の思惑の中であるならば、光陵はあえて我々に取らせたのでしょうか。戦線も長く伸びたこの現状、気がかりです。学信殿の指摘はなかなか鋭い。このままでは孫権と劉表に攻撃されかねないか。ただ、一度光陵から引いた方が良さそうですな。よし、ならば炎上まで兵を引くとしよう。父よ、随分と手間取っておられるようだ。そうだな。劉備め、こうまでわしを煩わせるとは。やはり奴は英雄の器であったか。
繁盛より敵の進発を確認。白鵬派から関東へ向かう別動隊も捕捉しました。ただでさえ少ない手勢を分けるとはな。劉備らしからぬ大胆な動きよ。どちらかがおとりということでしょうか。ふん、両方叩き潰せば関係なかろう。劉備め、今度こそ慶州から追い出してくれる。時に白鵬派に向かう軍の先駆けは槍の名手とか。劉備のもとにそのような将はいなかったはず。槍の名手、もしや趙雲ではありませんか。以前公孫さんの下にいた将です。そういえば劉備は公孫さんの旧友だとか。どこかでつながっていてもおかしくはありませんね。うん、劉備のもとにもまた才が集いつつあるか。右近と下降頓は共に白鵬派の劉備軍に当たれ。敵にいかな将がいようとお主らならば問題あるまい。は、承知しました。ああ、なんだ今背筋がゾクッと。まずいんじゃないのこれ。一緒に行けばなんとかなるか。下降頓殿、俺も同行させてください。ふん、いいだろう。神頼みはせんが当てにはさせてもらうぞ。慶州の劉表は小心者との噂。劉備を華麗に散らせてしまえばそれだけで降伏を申し出てくるでしょう。目下警戒すべきは劉備。奴が気を得る前に叩き、その後に慶州を制す。皆それぞれ奮戦せよ。劉備を討ち、慶州を手に入れる。随分手こずらされたが、ここまでよ。この犠牲感は抜かせん。劉玄徳が義弟、関雲長が相手となろう。これは王殿がお相手とは願ってもないこと。我が部を尽くし押し通らせていただく。美しい。遅れを取ったか。お兄ちゃん、私は結構頼む。行くぞ。赤道はわしらの手で押さえる。美しい勝利ですね。ほう、お前の戦並大抵ではないな。あの村、様子が不自然です。ならば捕らえて情報を引き出すが上策。しかし、あの張飛様が家系とはな。ぐっ、あっ、あっ、うっ、うっ、うっ、あっ、やっ。よっ。ああ、俺たちだけでは不安だな。急に村を捨てて逃げろだなんてさ。
乱世だなんだって物騒でしょうがねえ。炎上や繁盛のやつら大丈夫かな。うわはっやっはいはっ美しい。なんだか騒がしいな。さて村の連中をさっさと逃がさねえと。ちなあ、家計は守備よく行っただろうか。まさかそう。やっ、せっと。やっ。曹操軍に目をつけられてしまったか。ここはもう放棄しよう。成果は上々。いい情報が手に入りました。主導で実行部隊を配しているようです。家計など企てておったか。急ぎ張飛を探し阻止せねばなるまいな。ああ、努力が花開きましたね。驚きました。想定以上の戦果です。劉備殿の進む道阿波の巣はしない。いざ長州ワイル。よし今だ。警部隊放て。うわー やべえ。劉備軍のやつら火を放ちやがった。いざ華麗に。かけいとはしてやられたわ。そんな本当とはこのことであったか。これこそ強くの舞。敵将趙春雷が華麗に討ち取りました。あんたのそばにいれば俺は安泰。あ、いやこっちの話だって。そう思わずか。申し訳ありません。挑戦しそうです。美しい。よくやった。当選か。劉備にとって痛撃となったろうな。炎飛と趙飛様のお出ましを。おめえら全員叩き切ってやら。ち、逃げ足の速い奴らだ。劉備の新しい軍師諸葛亮と言ったか。この傭兵ただ者ではあるまい。彼は慶州の名士たちから蛾僚と呼ばれていました。類いまれなる才智と見識を持ちながらどこにも仕官していなかったと聞いています。それほどの軍師がまさか劉備につくとは。蛾僚、宝数と呼ばれた英才の一人か。なるほど、世の表にたがわぬ軍師のようだな。劉表から使者が参りました。我が方に降伏するとのことです。よし、これで劉備は孤立したな。全軍
乱心し城陽へ向かえ。今度こそ劉備を逃がすな。劉備はすでに東へ逃走を開始。しかし後続にいる民に合わせるため行軍が遅れている様子。民？兵じゃなくて民かよ。劉備のやつ、なんでまたそんなことになってんだ。自らを慕う民を置いてはいけなかったのでしょう。ですが普通ならば考えられません。自分がいるところが戦場になるのは分かっているはず。それを戦えぬ民と共に逃げるなどと。劉備め、人格者を装いながら大したものよ。己を慕う民、それらを追う我々、婿の民を蹂躙すれば我らが非道とそしられよう。しかしそうまでして奴はどこへ行く。東に奴にとっての活路があるとでも言うのか。おそらく過去。劉備は孫権の支配地域に逃げ込むつもりでしょう。うん、孫権に渡りをつけていたか。これも諸葛亮の入れ知恵であろうな。父よ、どうなさるおつもりか。知れたこと逃がさぬ。過去にたどり着く前に劉備を討つ。皆、戦の支度をせよ。お待ちください。それでは民の背を踏みつけることになります。それもよかろう。劉備は民の悲痛に耐えられぬ男だ。ともすれば民を助けるために引き返すやもしれぬ。ですが我が覇道、元よりそしりは覚悟の上よ。なればこそ劉備は今打たねばならぬ。奴が情のままに動き、人心がそれになびくほど世の混迷は深まり、多くの命が失われよう。ならばこそ今流れる血は我演じねばならぬのだ。殿、承知いたしました。ここで劉備の命運を断つ。奴の息の根を止めるのだ。劉備の目的は孫権との合流。長江を渡る前に撃破しましょう。盾にする真似はしたくない。しなく決死の覚悟で守り抜いてくれ。劉備様は民のことまで考えてくださり、今度は俺らが役に立つ番だ。追いつかれたか。ならばこの超知竜が終わっていたす。来い、これこそ地獄の劉備の将は一人残らず叩き切る。劉備殿、どうかお待ちで。一生超春眼が華麗に打ち取りました。実に美しい勝利ですね。
止まらない。実に美しい勝利で、ね、デグレ長寿様が敗走、小反響を突破されました。獲得が破れるな。我らに逃げ延びる道はないのか。ここを放っておくのは得策ではない。私が防御に当たるとしよう。従ってくれた皆のため、私は負けるわけにはいかないのだ。今ここでお前を撃つ。これ以上殿の道を邪魔させるものか。挑戦しそうです。劉備様はきっと世の中を変えてくださる。どうにか逃げてもらわねば。ここまで来たか、曹操軍。劉備殿はこの私が守ってみせる。このままやられてしまうか。しかし諦めるわけには。挑戦しそうです。劉備を追い詰めたか。だが
でに長江は眼前。神竜どう思う？孫権が劉備のため兵を動かすかが鍵です。ここは孫吾の出方を見ましょう。孫権軍の周囲が動きました。水軍を率いて河口へ向かっています。水の上に出られては今のわしらに打つ手はない。口惜しいがここまでのようだな。劉備の奴を取り逃がしてしまうとはな。仕方ねえさトンニ。しかしこっからどうしたもんだかね。船での戦なんてまともにやったことがないぜ。上陽には劉表配下の水軍がいます。当座はそれを接収し頼るほかありません。他の将兵の調練もその水軍を中心に行いましょう。ですが孫吾の水軍は盛況です。そのような付け焼き場が通じるか。それでも他に手はあるまい。炎章ではないが数を揃え力とせねばならん。一度上陽に戻り水上戦に備えるぞ。あれが孫吾の水軍。敵ながら壮麗な布陣ですね。陸にも多くの部隊が配備されている。どこから攻めても硬そうだ。我々は水上戦の経験に乏しい。父よ、まずは河岸を制圧し勝手を知る陸での優位を確保すべきかと。我々はまず雨林の確保を目指す。だが敵もわしらの動きは読んでおろう。司祭は石膏の戻りを待って決めることとする。うん、分かった。だおいら戦うのが水の上でも丘の上でも曹操様のために頑張るだけだよ。みな進め。長江を溶かし孫権を討つ。さてどこから川を渡るべきか。石膏部隊と落ち合った時に決めよう。お待ちしておりました。こちらがその報告書です。準備はよろしいですか。皆さんお揃いで。それじゃ早速軍議を始めよう。まずは水上の戦いだが、こちらは苦戦を強いられている。対して陸での戦は優勢だ。郊外や帝府といった猛将を押している。医療側から敵に迫るという手もあるが、遠回りな上守りも厚い。避けるべきだ。なら素直に南下して陸上で戦うべきだな。孫権に会うにはそれが一番手っ取り早い。角殿に同意します。敵の水上戦略を突破するのは困難かも。ですが味方水軍の敗北も避けたいですね。
援軍を編成し戦線維持に努めましょう。よし、これで方針は決まったな。時は有限、早速進軍を始めようか。努力が花開きましたね。いや、立派立派。恐れずに突き進め。推薦で自分たちが遅れを取るはずがない。押されているな。水の上の草は勝手が違う。これこそ地獄の道。水槽が破れるとは。信じがたいが、今は引くしかない。敵将超春雷が華麗に打ち取りました。すごいな。さすがだ。よっ、これこそ地獄の道。はっ、敵将超春雷が華麗に打ち取りました。くしゃ、水の喧嘩で奴らに負けるとはな。挑戦しそうです。敵将超春雷が華麗に打ち取りました。
どうにか勝ったか。水上戦とはここまで苛烈なものか。実に美しい勝利ですね。であろうと弱敗どもには負けぬ。帝徳坊の戦見るがいい。名だたる将校を見受けする。拙者の部の髄をもってお相手せん。美しい。敵の勢いを見誤ったか。大記憶がまた増える。上手にしそうです。行くぞ。敵の要衝を落とすのだ。ひとまずあの辺り押さえておくだろう。者ども、派手にやられたな。陸での戦は分が悪いか。目標は決まった。いざ進軍開始。これより彼の地に進軍する。戦いよ、我が和田地をたどれ。曹操軍の勢い止められなんだ。やった、蹴散らしてやったぞ。以上の戦いなら我らの方が上だ。上手にしそうです。実に美しい勝利ですね。感服つかまつった。これぞ部の神髄。高騰の地は断じて早々には渡さぬ。我らも出遅れてはならん。さあ堂々進め。ここは渡さないわ。総合部なんて
追い返してやるんだから。姫様と孫賢様に手出しはさせない。私が必ず守り抜くわ。いざ華麗に。感服つかまつった。これぞ武の神髄。挑戦しそうです。よし、直ちに守備配置につけ。これが曹操軍の力。ここまで強大であったとは。だが私はここで諦めるわけにはいかぬ。急ぎ軍を再建し、次こそは勝つ。孫権、いや孫悟明、覚悟盛況とは敵ながら見事に。父と兄は二代の主を立て続けに失いながら、その力は衰えるどころかより高まっていたか。孫権は己の領内を盤石とすることに先進し、その中で将兵らの心も掴んできたようです。地に足がついた御人が。これは揺さぶりにくい手強い相手ですな。ならば我らは兵数と策で押し切るしかあるまい。水軍も長連でいくらか動けるようになったしな。しばらくは長江沿いに陣を敷き、水軍を増強する。しかるのち十分な兵力をもって孫を飲み込むのだ。決戦は赤壁となろうな。